巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放した。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いいや、巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておく。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを跡継ぎにしたいばかり、あえて目をそらしてしまった。野営はこの近く。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。うろうろするな。鏡、野営が見える場所を探す。ここだ。